ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はファーウェイの Mate 10と Mate 10 Pro をご紹介します。ファーウェイのスマホはカメラ性能を重視したフラッグシップモデルである P10 や P10 Plus、 それから先週発表された若者向けの Honor 9などいろいろなモデルがありますが、この Mate シリーズもその中の一つです。 Mate シリーズも P10 や P10 Plus と同じくフラッグシップモデルとはなるんですけども、主なターゲットはビジネスユーザーとなってます。パソコンの場合、ビジネス向けというと企業向けにしか販売されず一般の人は購入できないんですが、この Mate シリーズでいうところのビジネス向けというのはそういう意味ではなくて、あくまでファーウェイがターゲットしているのがビジネスユーザーということで、一般の人も購入することはできます。昨年 SIM フリーのフラッグシップ端末の中で特に人気があったのが前のモデルである Mate 9だったんですが、今回の Mate 10の場合は Mate 9からかなりスペックアップしてます。そして Mate 10には Mate 10と Mate 10 Pro という2つのモデルが存在します。ほぼスペックは一緒なんですが、外観的な違いとして Mate 10 Pro の方が指紋センサーが背面にあるのに対して、 Mate 10 の方は指紋センサーは前面にあります。それぞれのモデルのスペックは次の表の通りです。ここでは参考までに昨年のモデルである Mate 9のスペックも掲載しています。では Mate 10からスペックを見ていくと、ディスプレイは 5.9 インチの液晶で、解像度は 1440×2560 ドット、 CPU は事前に連絡があった通りキリンの 970、 RAM は 4GB で ROM が 64GB、 OS は Android 8.0 でバッテリー容量は 4000mAh となっています。一方の Mate 10 Pro ですが、ディスプレイは6インチの有機 EL で、解像度が 1080×2160 ドット、こちらも CPU はキリン970で、 RAM は 4GB のものと 6GB のものが存在します。 ROM の方も 64GB と 128GB の2つのバージョンが用意されます。 OS、それからカメラ、バッテリー容量、それらについては Mate 10と共通です。そして Mate 10との大きな違いでもあるんですが、 Mate 10 Pro の方は防水に対応しています。等級としては IP67 ですので、 iPhone などと同じレベルの防水に対応できています。昨年の Mate 9と比べて特にディスプレイ周りが強化されていることがわかります。そしてその分価格も高くなって、Mate 10の方が日本円にして約9万2000円、それから Mate 10 Pro の方は日本円にして10万5000円と、 Mate 9から約4万円値上がりしています。発売は11月の予定で、フォーゲーマーの情報によると Mate 10 Pro の方は国内でも11月に発売が開始されるとのことです。最近の流れで言うと、おそらくは SIM フリー市場に向けて発売されると思います。ファーウェイのスマホは今 SIM フリー市場でもかなりのシェアを持ってるんですけども、唯一の欠点が防水に対応できてないことでした。そこが今回の Mate 10 Pro では防水に対応できていますので、 SIM フリーユーザーとしては結構嬉しいところではないかと思います。ただ欠点は価格で、やはり Mate 9の場合は6万円ぐらいで購入できていたので、それがいきなり10万円に値上がりするとなると手が出しづらいところではあると思います。個人的に気になるのは、新開発の CPU であるキリン970がどれほどの性能かというところが気になります。もしこのキリン970が Apple の A11 と同等の性能っていうのであれば、10万円出しても買う価値はあるのかなと思います。今回は以上です。最後に Mate 10、それから Mate 10 Pro の画像をいくつか掲載しておきます。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。